重点区域、重点措置区域であります弘前市では新規感染症患者の発生が減少傾向に転じましたものの、依然として高い水準で推移しており、まん延の抑制という状況には至っていないことなど厳しい局面が続いておるところでございます。現時点において対策を緩める状況にはないものと判断いたしましたことから、まん延防止等重点措置の期間延長を国に要請したところであります。本日政府において3月6日までの延長が決定される見通しでありまして、本県では引き続き弘前市をまん延防止等重点措置の実施区域とすることとしております。これに伴いまして3月6日まで弘前市内の飲食店等に対して営業時間の短縮要請等の措置を継続をいたします。県内の感染状況でありますけれども、依然として新規感染症患者の発生が相当数確認されておりますものの、感染増加のペースは鈍化しつつあり、また特定の地域において突出して急増しているという状況じゃないというような、このふうに今現時点で分析しています。またいわゆる飲食店に関連するクラスターが頻発するというような傾向にはないのであります。したがいまして、現時点においては飲食店等に対する営業時間短縮要請が対策の中心となりますまん延防止等重点措置を全県的に適用すべき状況にはないものと判断したところでございます。